どうもパタヤンチャンネルです。ということでですね、これなるべく近くにしたらそんなに声がちっちゃくてもみんなに届くんでしょうか。今日声がちょっと枯れてて、なんでかっていうと私の中では昨日が東京のパタヤントークイベントやったんですよ。ほんでその次の日、今日はね、朝から子供のサッカーの大会、ほんでそれ終わって夜に大阪で、明日の朝から一番で、なんかまたドラマのあれがあるんですけど、だからちょっと早めに大阪に来てますって、早めにっていうか、もう夜遅いんですけど今、はい、ただの氷をこれにいっぱい入れて今日はこれを飲みましょう。あんまりこんな買えへんねん、アップルサイダーいうやつ、アップルサイダーです。あんまりこのアップルとか買えへん、いつもレモンやけどね。ちょっとこれを買ってみたわ。何パーセントこれ？ 7% や。いただきます。今日はちょっとまた例のあれをしながら、また例のあれをしながらやろうと思ってますが、すいません、これは多分1時から配信なんですけど、勝手にお疲れです。お疲れ様でした。これやっぱな、氷がちっちゃいから飲みにくい。なんかわかる、氷がちっちゃいから、言ったらマックの氷みたいな感じやねんけど、マックのやつって絶対ストローで飲むやん。それと関係ないんやけど、これで飲むと思ったらなんかこう、なんか飲みにくい。まあしゃあない、ただの氷やからクレーム言われへん。このただやのにクレーム言うたら誰にどうクレーム言うねんよクレームおばさん。なんでね、いやもう今年、昨日で今年最後のね、バタヤントークライブやったんですけれども、あれですよ、本当にたくさん、もう北海道からも来ていただいて、沖縄からも来ていただいて、もうほんまに九州の方から、大阪、名古屋、いろんな全国各地、東北の方から、とにかく全国からですね、皆さん来ていただきまして本当にありがとうございます。もちろん東京から、東京、千葉、埼玉、近隣の方も本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったのと、なんていうんかな、こんなにみんな楽しみにしてくれてたんや、このライブをっていう、それがすごく嬉しかったですね。あとなんか一番最後にね、パッてこういっぱい喋って終わってから写真撮影っていう時間持たせてもらってんねんけど、ほなその時に「はあ、本当にリーさんいたんだ」って言ってくれる人がいるよ。こんな絶対ほんまにおるやん、こんなただの氷でこなしてやってんねんから。でもすっごいそれわかんない。私がダウンタウンさんを初めて見た時に、あ、ほんまにダウンタウンさんっておんねんやって思ったから、なんかこのテレビとかね、私がいつも言ってあれボイシーとか、まあ、ほとんどテレビ出てへんけど言ったら YouTube で中で見てるけど、あ、ほんまにおるんやって思ってくださってんやとか、あとなんかこういろいろ写真撮る時とかにもさ、こうやってこう肩触れたりね、なんかこうハグしてくださいとかってこんなしてたら、なんかこう震えてたりすんのよ。なんか私もすごい嬉しくて、もう本当にありがとうございます。めちゃめちゃ盛り上がったというか、めちゃめちゃ楽しくて、ほんでバタトモさんと2人で喋るっていうコーナーがあんねんけど、そのコーナーをですね、2023年の1月のバタトモになってくださいみたいな感じで、配信されますので、バタ友になってくれてありがとうというので4週にわたって、配信されますので、ぜひ皆さんですね、あ、こんな風にライブってやってねやとか、あ、なんかバタ友になってくださいに出たいって思ってたけど、あ、こんな私もこんなの出たいなって思ってくれたらなというふうに思っております。いやー、ほんまに楽しかった。今はまだ余韻に浸ってるんですよ。なんでか言ったらね、そこが、そこのライブハウスみたいなところが、私が一回YouTube の中でさ、佐藤珠緒ちゃんが司会の、占いの番組があって、それに出させてもらって、ほんでそこの収録の場所がそこの
あの会場になった場所やってんけど、で私はその会場に入った、その会場者はそのたまおちゃんのね、あの YouTube で出させてもらったその占いの番組に、そこが収録現場やってんけど、それ入った瞬間に舞台があってブワーってなってて、で、あ、ここでやりたい、ここでライブやりたいと思ったのよ。ほんでそこのライブにもう出たいってめっちゃ思ったから、すぐにもう舞台の写真、もう楽屋の写真、ありとあらゆる写真撮って、あと入り口から全部カメラ回して、はい、入り口こんなんです、入ったらこんなになってます、ここにこうです、こうです、でこっち行ったらトイレありますとか全部撮って、すぐに、スマイルママのスタッフと、ま、あのマネージャーのあのグループラインに送って、でここで絶対やりたいねって言ったのが実現したのよ、年内に。だからめちゃめちゃ嬉しくて、本当に、だから本当に空っぽのお客さんというか、その時その、収録現場に行った時にこの舞台の上立って、ここにいっぱいお客さん入ってるところで喋りたいなって思ってたところに立って、本当に喋れたから、願えば叶うじゃないけど、あのやりたいって言ったらね、かまちゃんがすぐ動いてくれたのね、スマイルママのかまちゃんが。それがすっごくありがたかった。あとちょっとこういうこんなん入ってくんねん、こんなんありやねんけど、だから何が嬉しかったってね、来てくださったたくさんのパタ友さんがさ、もうすっごい楽しかったって言ってくれるのはもちろんもう嬉しいやん。あ、いやもうよかった、一生懸命頑張ってよかったやけど、あのスタッフ陣、スマイルママにはね、かまちゃんと、スマイルママのかまちゃん、くみちゃん、みこちゃんって3人いてんねんけど、あと今マネージャー道場くんいてんねんけど、あといろんな他のスタッフさんもいてんけど、当日だけお願いするような、そのスタッフの人たちがみんなが、あの一緒にこのライブをあの運営できてすっごい幸せですって、幸せですって言ってくれたのよ。もうそれが嬉しいよね。なんかこのバタトモさんを、あのバタ友さんたちに喜んで帰ってもらうっていう、その目的のためにみんなで頑張って、なんか本当にそれができたことが何よりも幸せでいっぱいですっていう風に、そのスタッフ陣に言ってもらえた、なんかすごく嬉しかったなっていうね、うん、よっしゃ。ということで早速ルーレット参りましょうか。昨日はね、昨日のほら夜の部と昼の部、これ1個ずつ分けてますから、これで交代交代に呼んでいこうかな、ルーレット。さっき昼の部から、昼の部のルーレット参りましょう。まあルーレット、この中で皆さんにこうやって紙をパーって引いて、そこから危ないな、呼んでいくという感じがね、ルーレット参りましょう。ビビ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 って呼んでいきましょう。みんな字ちっちゃいねんな。F ちゃん、これは一応ですね、まあ、F ちゃん、あの何て言うんだっけ、こういうのニックネームじゃなくて、イニシャルでやります。 F ちゃん、バタヤはじめまして、私は62歳の JUB です。もう60代の方まで来てくださってるんですよ。 JUB っていうのはですね、女子のウルトラババアという風になって、ババア、この風にババア言うとあれなんですけど、42歳は JK、ね、女子の、もうただの私の中では J や、おばちゃん、じゃあ J、女子やね。で43歳からは女子のカリスマババアで、50歳以上は、女子の何だっけな、ウルトラは60代やろ、女子のカリスマウルトラ、これ忘れたな、どう忘れ、ウルトラじゃなくて、JUB、JKB、女子の、何やったかな、どう忘れしてるわ、なんかね、また思い出したら言いますね。はい、とにかく62歳の JUB です。バタヤンの YouTube とボイシーにすっかりハマってしまい、朝ドラも見ていますって、ありがとうございます。バタヤンに出会えてから毎日笑って泣いて怒ってと忙しい日々を楽しく過ごしています。リエちゃんには感謝しかありません。忙しくなってきてリエちゃんの体が心配ですが、無理はしないでくださいね。今日は本当にありがとう。推進、リエさんの、リエちゃんの家族もみんな大好きですって、ありがとうございます。
ここにね、リエちゃんには感謝しかありませんって書いてくれてるじゃないですか。ちょうど昨日その打ち上げが終わった後にね、スマイルママのスタッフがミコちゃんっていうの、ミコちゃんがリエさんは酔っ払ってくるともう感謝しかない、もう感謝しかないです、もう感謝しかないって、感謝しかないって言い出したらこれ酔っ払っとんなって思いますって。だから山本さんの山本さんの10万人のね、私の感謝の生配信で山本さんに来ていただいたじゃないですか、慶長チャンネルの。もう最後の方から私あれ酔っ払ってね、喋り方も私も見てなかったけど見たらもう酔っ払ってな、酔っ払ってる。でも感謝しかないですってやっぱ言ってんねん、だから感謝しかないって言い出したら、私これから私が感謝しかないって言い出したら、あ、酔っ払ってんなと思っていただきたいと思います。いや、このエグちゃんに関しては酔っ払ってないです、シラフで書いてくれてますよ。でも感謝しかありませんって、こちらこそも皆さんに感謝しかありません。いつもいつもありがとうございます。皆さんのおかげで楽しい毎日を過ごさせていただいております。こんなノーメイクでもフロリダなってるやろうな、 いよいよ大丈夫やな、声が出にくいな、はぁはぁはぁ、ええ声関係ないけど、ありがとうございます。エフちゃん関係ないけど、今日子供のサッカーの応援やってんけど、私はよしいざあともう1点取るよとかこんな風に言うねんけど、すっごい可愛いママがいてんの、同じ役員さんでやってんねんけど、でそのママはさ、すごくいいプレーしたら、あのキーパーの翔太っておんねんけど、翔太がいいプレーしたらもう、ま、私はモノマネできへんで、モノマネしたい、だからそんな声が出たいねん、翔ちゃんいいよって言うねんけど、こんなんちゃうねん、私が耳で聞いてんのはこんなんじゃねん、翔ちゃんいいよって言うねんけど、こんなんちゃうねんって、私が言ったらほんまになんか新宿二丁目みたいな、翔ちゃんいいよってこんなん言うねんけど、めっちゃ可愛いのよ声が。私モノマネ、私ドラえもんのモノマネ上手やねんで、あ、ドラえもんのモノマネで翔ちゃんいいよって、しょーちゃん、あ、ドラえもんも調子悪いな今日この声、しょーちゃんナイスキーパー、あ、声ドラえもんも声があかんわ、私これ早寝な、明日声出えへんな、やばいやばやばみです。だからあの舞い上がれでちょっとこの人今日声おかしいなって思う回がね、年明けですから、今年明けの分撮ってますから、年明けちょっとこれバタヤン声ガラガラやなと思ったら、この次の日やと思ってください。もう全然プロ、もうちゃんとやらなあかん、こんなちゃんとね。でもほら、そんな舞い上がれの中の設定としてもね、ちょっと喉の調子悪い日の設定っていうのもあっていいから、裏設定としてそんなもある。だからその翔ちゃんいいよっていうのがいい。で私はもうちゃん付けでせえへんね、子供たちはね、翔太いいぞーとかね。でもそのまま翔ちゃんいいや、その人の声のモノマネしたいな、めっちゃ可愛い声、翔ちゃん全然で待って、もっと高いショウショウちゃんショウちゃん全然声でショウちゃんもう全然声でええわ。じゃあ、いや、この今日喉の調子が良かったら出んのかな、ショウちゃん、こんなちゃうねん、むっちゃ可愛いの分かる、可愛い声だ、ショウちゃんいいよって言うねんけど、こんな声ちゃうねん、全然伝わらないよ、翔ちゃんいいよが伝わらない、悔しいです。よっしゃ、続いて次は夜ラブのルーレット参りましょう。ビビ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 ビ、こちらです。あ、これ読みましたね、これ読みました、ルーレット参りましょう。ビビ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 、あの読んだやつと分けといてって言ったらよかったかな、これも読みましたね、この辺が読んだやつ、ビビ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 ビ、すごいですね、これは多分読んでないでしょうね、なんでしょう、なんかもう書いた紙がこうふにゃふにゃなって、なんかこうやってこうやって折り曲げて入れてたんかな、なんなんでしょう、なんかこう
このなんか神社のとこで結ぶみたいな感じの結ぶ前みたいにこうすごい細かく折ってるんですけど、なんのお願い事かしらこれ。S ちゃんでございます。リエちゃんへトークライブ開催してくれてありがとさん。今日はたくさんのバタ友に会えて嬉しかったな。リエちゃんに感謝、原始人に感謝、スマイルママのスタッフに感謝。これからも4649、リエちゃん3150、リエちゃん愛継続中、ギャハハバイチャ。 S ちゃんです、はい、これ原始人の歌歌わせてけろって書いてんだけど、私がね、ありがとうございます S ちゃん。私があの客入れの BGM が、あの私が自分でアカペラで歌ってるのがアカペラで歌ってるのが BGM で7、8曲流れてんねんけど、ほんでそれをみんな覚えてくれて、大阪の時にあのアーカイブを購入したら歌も聴けるから、そのアーカイブで聴いてくださったと思うねんけど、ほんでそれをみんなで歌ってくれて、でしかもそれどうやって歌うかって言ったら、青くんっていうね、あのバタトモさんの息子さんがすごくピアノが上手やねんけど、それをこう録音したやつがあって、でそれを、そのピアノかオルガンみたいなやつ、エレクトーンかなんかの音楽を流しながらみんながそれで歌ってくれるっていう、なんかすっごい感動、私あれめっちゃ泣きそうなってんけど、なんか泣いたら、ね、あのもう涙止まれへんと思ったから、もうなるべくなんかもう泣いてあかん泣いてあかんと思ってね、なんとか泣かずに行きましたけど、すごい感動でしたよ。原始人に感謝ってみんなが歌ってくれて嬉しいな、ありがとうございます。いよいよ原始人に感謝ソングまでできちゃったからね、本当に。よっしゃ、続いて昼の部のルーレット参りましょう。ピピ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 、もう油がないから、鼻の油つけたらピッて開くんですよ。あれどっから開くんか、こうか。みんな字がちっちゃいからね。 K ちゃんですね、 K ちゃん。ボイシー2万人、YouTube 10万人おめでとうございます。ありがとうございます。いつも家事のお供に、晩酌のお供にさせていただいております。ありがとうございます。今日もこれは晩酌のお供になってますかね、もしくは家事のお供に聞いてくださってるのか、まあこれボイシーも聞いてくださってる方なので、ボイシーは家事でやりながらやってくださってるのかな。笑いあり、涙あり、ほっこりありで絶妙です。ありがたい。お子さんたちもとっても可愛く、特に泣いたり反抗したりしているのを見ると懐かしく微笑ましく思ってしまいます。うん。娘は20歳、子育ても一段落して、子育てがやっとできてきた今日この頃です。あ、子離れがやっとできてきた今日この頃です。まだ一緒の部屋で寝ていますが、皆さんのように一緒に YouTube 見たりしたかったな。そっか、今は遊びに行くことに夢中で相手にしてくれません。今日も行くことを知らせたらキモですって。ちょっとどういうこと。お母さん今日バタヤンのトークライブ行ってくるわな、キモちょっと娘キモじゃないのよ、行ってらっしゃい、お願いします。いつか一緒に YouTube を見てでできる日が来ることを願って、それまでバタヤンよろしくお願いいたします、というね、ありがとうございます。なんかお子さんの反抗期ってて、娘さんの、私もこういろんな方の反抗期のお話聞くねんけど、あるすごい、まあなんかある先生っていうか、まあなんかこういろいろ、まあ、いろんなところで講演会をされるような方がいて、私の知り合いの方 でその娘さんもいて、で、あ、はじめましてって言ったら、もう絵に描いたような素晴らしい娘さんがいらっしゃったんだけど、うわー、すっごい素敵な子育てされてんねんなと思ってね、いろいろ話聞いてたら、どうやったらこんなに娘さんできるのかなと思ったら、中学からの何年間か、中学高校とかちゃうな、高校とかからか忘れたけど、とにかくもう20歳近いぐらいまで結構 4,5 年
もう修羅場やったって言ってた。もうとにかく娘は自分を見る時にはもうごめん急に睨んでくるし、ほんでなんか帰り遅くなってね、帰ってきて何時まで遊んでるのって言ったら、うっせーなーとか言ってねとか言って、ほんで私はそのくじの聞き方何なのって二人でとっつきがいとっつきまみ合い、なんて言ったっけ、とっつきあきまい、なんて言ったっけ、とっつきあきまい、なんて言ったっけ、とっつかみ合い、とっつかみ合い、合ってる、とっつきあきまい、とっつきあき、なん、とっつきあきまい、じゃあこんな言葉ないやろ、とっつかみ合い、とっつかみ合い、そんなあるでしょ、とっつかみ合い、とっつかみ合い、何か分かれへんわとにかくそんな感じ、二人でこうつかみ合いながらこんな風になんかもう日常茶飯事やったんですよって言ったの。こんなに今も絵に描いたようなドラマに出てくるザ素敵な親子ね、もう娘さんもすっごい素敵な、もう穏やかで、もうどうやったらこんな娘に育つんですかっていう娘さんが、そんな反抗期の時があったんだと思って、しかもその先生は講演会とかもされる方ですよっていうことは、なんかこうなんていうの、子供のこともいろいろ分かった、だからなんかあったんやろね、子供の中で。だから、まあ、先生曰くこんな時期があってよかったって言ってた。ね、ちっちゃい時から親に全く反抗もせず、すくすく育つ、今すごく今もいい娘です、息子ですっていう家ももちろんあるけれども、そんなとっつかみ合い、とっつかみ合いや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 、とっつかみ合いをねするような時期が何年も続いてたのが、ま、もう何にもなかったかのようになった時も、そのきっかけは何かあったとか言ってたかな。だからなんか娘さんの心の成長とか、ある意味そのとっつかみ合いしてる時もある意味成長してるというか、なんかそんなんがあるんやろうね。でなんか、まあ、その先生もおっしゃってたし、そのいろんなママに聞くとあれやけど、やっぱり親に反抗してくるのって、私はまだ子供がそこまで反抗してないよ、だからこうやって言えると思うね。もしそんな風に子供がどえらい、特に一番下の娘なんか口が達者やから、誰に似たのかやから分かれへんけど、そうなってくるとね、あれなんかそういう時期って、何聞いたことがあんのが、やっぱね反省してんねんって。でパッパッなんか何やねんあいつ年いなと思うけど、なんかこうお母さんがこうパッてこうしょげてる顔見たら、あ言い過ぎたな、言わんかったらよかったって思う。でもそのことは口に出せないね。ほんで口に出せないで、お母さんごめんなとも言えへん、でもちょっと優しい言葉かけようかなと思う、なんかなんとか一緒にしようかとか言ったら、なんか言われたらまた腹立つとか、なんか分かれへんけど、なんかそんな時期があるみたい。うん、でまたこれはもう最大の反抗期という名の最大の甘えなんだろうねって、私はここで喋りながら自分に言い聞かせてます。子供が私に今もすっごい、特に長男ね、今小6、来年から中1やけど、すっごい小生意気なもう態度取ってくるし、なんかもうはい、こんなん言うねんて。私は初めは、分かったんやったらええわ、はい分かってます、こんなんやねんで、なんじゃその態度だ、なんじゃその態度ってこうなるわけ。ほんでちょっと前やったら、なんじゃその態度って言ったら、なんかこうこんなんしてて、今ちゃうで、なんじゃその態度って言ったら、ほんまになんか、は？え怒ってるんすかみたいな顔してくる、ぐー。でも私がどんだけ言ってもはとかするからさ、もうスマホ没収すんでやって私お母さんが毎月払ってんねんで、そのお金スマホ没収や、全然関係ない角度からの没収もうそのそこで揉めてたことの原因一切関係あれ、
スマホ没収すんでって。だから私ってダメなんだよな。 A ちゃんって絶対そんな言えへんねん。 A ちゃんはもし変な態度取ってても黙ってるだけやったりして、でそもそもうちの旦那にはそんな私みたいに私に取る態度みたいにはとか絶対せん。でも私にはせえへんけど、あ、旦那にはせえへんけど、旦那のいる前でそういう態度が出ちゃうのよ。息子は息子でいつもやってるもんやから。ほんならお父さんが、えちゃんが、お、まあ、その態度何みたいな言うわけよ。ほんなら私やったら私にははみたいな顔してくるのに、なんかすいませんみたいな顔すんねん。はでもいいわ、お父さん、私に、私は何言ったってはあやけど、お父さんが言ったらちょっと怖い、お父さんも怖いって思ってくれてるうちはいいわ。これがお父さんにもはってやりだしたら、これはもう私が怒る。父さんに対して何ちゅう態度取ってんねんってこうなるよね。でも多分 A ちゃんは子供がそんな態度取ったら一発目で怒りそうな気するな。自分、 A ちゃんが自分自身に子供がそんな態度取ってきたら、お前舐めてんのかこらってなると思う。それが子供が分かってるから、お父さんには今のところその態度取らないんちゃうかな、分かれへんけど。難しいな。私もこれから先なんか反抗だからね、これから反抗的な、ちょっと今これおつまみ食べるわ、今日これ買った昆布や、おつまみ昆布ですね。便利なチャック付き、今何でもチャック付いてるからありがたいわ。チャックウィルソン、チャックウィルソン、体ぶつかったな、チャックウィルソン。何で昆布食べる、これいいわ、これいいかもね。あ、今度からこういうつまみ食べるわ私。なんかどうしてもあのポテトチップス系みたいなね、チップス系言ってまうけど、俺もこんな時になん、もうバーってバカみたいに食べちゃう。これ一袋あたりのエネルギー31キロカロリーや。へえ。タンパク質 2.1 グラムや。へえ。はあ。炭水化物が結構ある。7.4。ふーん。あ、今。ね、昆布によるゲップなんでしょうかね、うん、だからこのケイちゃんも今はねまだ20歳だから、20歳やったらそんな時なのかな。自分が20歳、なんか20歳って結構大人だと思ってるけど、まだまだ大人と子供の境目なんかな。社会にまだ揉まれてないというか、うん、だってまだ家にいるってことは、あの一人暮らしもしてないから、一人暮らししてないのに、私はっきり言ってね、一人暮らしもできへんのにって言ったらいいけど、一人暮らしして私は自立してんねんって言ってね、キモとか言うんだけど、まだしてないんやったらそんな言うたらあかんと思うけど、そういう年なんだよね、そういう時期、うん、そういう時期ってあるんですよね、きっと。だから自分にもあったんやろうな、私覚えてないな、あったんやろうな。うちお父親がめちゃくちゃ怖かったから、本当によく怒られたけど、大人になってから一回も怒られてないかな。なんか口悪くても何しても、うちの父の中ではもう散々10代怒ってきたから、高校卒業と同時に、20歳の誕生日、高校卒業と同時やったかな、いや20歳やったかな、にはお父さんはこれからお前がどんだけ悪いことっていうか、あのそんな警察に捕まるようなことじゃないってこと以外のね、なんか態度が悪かろうが何かしようが、もうこれからはもうお父さんはもうお前をちゃんと育ててきたつもりやから、もう怒ることはないって言われて、そっから逆に悪いことできないよね。だから信じてるっていう言葉が、そうなってくると、ちゃんと何時までに何とかしいやって言われたら、分かってるわうるさいなってなるけど、信じてるでって言われたら
あ、信じられてるから悪いことしたらあかんってなるのかもしれんね。知らんけど。よし、ルーレット参りましょう。ピピ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 ピ。ニックネーム U から始まるんやったら U ちゃんでいいか。 Y ちゃん、 Y ちゃんやな、 Y ちゃん、2日前の朝、自宅の階段で 2,3 段滑り落ち、あらららら、こちらガンガンガン、こういう感じやな、ガンガンガン、トントントン、こういう感じやね。落ち、お尻を強打しました。痛いよ。お尻には大きなあざができ、慎重に座らないと痛い状態。このライブ来る2日前、夜になったら肩も張って痛くなってきて、なんでやろ、こうガンガンガンってやるときにこうガンで手もついたんかな、ほな肩にも来たんや、ぐー、お尻青技肩ガンみたいな感じや、かわいそうにほんまに。もしかしてお尻強打した時の衝撃が肩に来た。しかも翌日には肩の先の首までも痛くなってきて、肩が痛かったけどここからこう来てここもこうね、肩痛いな、ここもビリー、もうむちゃくちゃやんほんまに。首までも痛くなってきて、トークライブではクッション性のある椅子で、かつ振り向くことが少ない席に座れますように。振り向くことがあるだらけの椅子がいっぱいありましたけど大丈夫でしたかね。一月前にも、腰痛で3週間痛み止めの薬漬け、腰痛で痛み止めのずっと薬飲んでて治ったと思ったら今度はお尻にあざ、 JKB だから治りが悪いのが辛い、でも心は元気だって、リエさんやバタトモさんのみんなに、直接会えたから本当にありがとう、Y でしたっていう。あー、これだからな、私もほんま気をつけなあかんわ。この前や、なんか雨の日、私いつもスニーカーやねんけど、まあ、私、まあ、おしゃれとかよう分かれへんけど、まあ、その時の服装にはスニーカーじゃなくて、まあ、唯一持ってるブーツがあんねんけど、そのブーツ履いてたのよ。ほなスニーカーは後ろ裏側はガリガリしてるからあんま滑りにくいけど、まあ、ブーツとかってちょっと滑りやすいやんか。ほんでちょっとアスファルトじゃなくてちょっとつるっとしたところあるでしょ、あそこを歩いてる時にちょっと雨でつるって滑ったのよ。でつるって滑ってんけど、こけたあかんと思ってグーってやってんな。でグーってやったら、この股関節じゃなくて、これなんて言ってるかな、これ絶対人間にはそんな部分がないと思うねんけど、こう足が生えてて、言ったらお股あるやん、お股のこんな骨ないと思うんだけど、お股がパカってちょっとだけ開いたみたいな感じして、いたみたいな、なんか分かる、言うたらカニの甲羅パカって開くやんか、カニがこう足こうあったらここの部分でパカって開いて中の味噌食べたりするでしょ、その甲羅みたいにこのお股のこの足こうあるここのところがカニの甲羅みたいな雰囲気でパカって開いた感じになってん、ここがパカって、いや全然動かれ、もうそのつるっと滑ったんガッてやった時、いたいた、カニの甲羅見てパカ、いたい、これは何ですかって。ほんでさ、とにかくずっとこの道端や、雨降ってる、こうやって見てくれて、いたいたわってなって、でもさ、そんなとこでずっとこんなして、ずっとただ立ってんのおかしいから、スマホ出してなんかこう検索してる風で、何にも検索してないね。でもほら、ただ単におばさんがさ、阿部の中さ、ここのところがこうパカッと、こんなほんまにパカッと開いたみたい、なんかパカッと開いたんかな、だから何気なく押さえたりなんかしたけど、まあ押さえたりなんかしたけど、ほんまにパカッと開いてないから押さえても戻れへんねんけど、いたーと思って、ほんでなんかこうちょっとこうねじ、ちょっとずつこうねじったりなんかして、ほんでスマホ見ながら全く一歩も動かれへんねん、一歩も動かれへんから、ずっとこうやってスマホでなんかこう見てるふりして、いたーって、で5分10分結構長かったね、ちょっと一歩歩いてみて、まだ痛い、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 まだこうパカって感じ、痛いわーいう感じ、うわーって、結局ね20分ぐらいしてから、ちょっとゆっくり歩いて、ほら、どっかの瞬間でね、
パカッと開いたのがパッと閉じたみたいになってパッ全然痛くないタン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 みたいな今までこうパカッと開いたこんなこんな感じパカッ痛っだから爪がちょっと剥がれたみたいなかかあのカニの甲がパカッと開いたみたいなパカッ痛っだったってなってんけど急に戻ったみたいな感じスタ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 あれな何現象あれめっちゃ痛かったあのパカッと開いた感じこれ経験した人いないかなむちゃくちゃ痛かったのよあー思い出すだけでも二度となりたくならないでもあれはこけてもうたらもう絶対思いっきり頭とか打ったら怖いやんかで雨の日やったりしたらもう手も思うように疲れへんやんだからもうパカで済んでよかったなと思う、まあ、パカの表現が合ってるかどうかわからないですけどねだからいろんなこれからもいろんな病気もあったりあとなんだろうねなんかあるでしょそれこそこけた時の青あざも治りにね最近、うん、あれななんかこけて絆創膏とかって貼ったことある例えばなんかこう料理してるからちょっと指切ったりしてね絆創膏貼ることあるけど子供に絆創膏貼るけど自分がなんかこけました絆創膏貼りますっていうのがないんだよなこけへんよね大人になって思いっきりこけるっていうことがないわそんな感じやけどこんな話してたら絶対にこけんねん近々嫌やわこけたくないこけるにしてもちょっとにしてほしいわなんかボーンみたいなさ痛いみたいなおばさんの痛いの嫌痛い時もさ子供やったら痛い痛いでこんな泣くやんおばさんぐらいになったらガーッと一回息吸うよね吸ってから吐くねあの吸うのないらみたいな子供みたいにインインこれじゃないおばさんになったら吸っちゃうよね続いてルーレット参りましょうあ誰でしたっけね、Y ちゃんありがとうございました続いてルーレット参りましょうビビ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 2枚引いちゃったからどっちも読もうかな M ちゃん先月のボイシーで瀬戸っちくんが誕生日お祝いコメントをしていましたが私と同じ誕生日だったこと、あ、嬉しかったことですね。前にリエさんと瀬戸っちくんが話されているのを聞いたりしていて、素直で礼儀正しくて、好青年だなと思っていたので、なんだか嬉しくなりましたっていうね。瀬戸っちくんってなんじゃらほいっていう方に説明させていただきますと、一番初めはですね、インスタライブで喋ったことないんだけど、インスタライブやってる時にチャットみたいにこうやってバーって文字が流れてくるでしょその中で、高校生です、なんか恋で悩んでますみたいなのがあったんかなで高校生でもなんかしっかり忘れたけどほんで私がそれを見つけて高校生悩んでんのかってねでもその悩むことも大切やとかなんか分からんけどでなんかおばさんたちでみんなでねその高校生の恋についてああでもないこうでもないみたいなことを喋ってでボイシーやってるからボイシーで生配信するときにおいでって言うたんかなボイシーやってるからコメントしておいでねみたいなこと言ったんかなもうすっかり忘れちゃったけどだいぶ前のことでほんなら瀬戸っちくんがボイシーを登録してくれてで生配信の時にはルーレットって言ってこんな感じでルーレットってこれは引くけどこうバーって名前があるからピピピピピピピってこう当ててパッてもう適当に押すねでそれ当たった人と喋んねんけどその何人かの中に瀬戸っちくんが入ってたのよで瀬戸っちくんとまたいろいろ恋の話したりで瀬戸っちくんへの高校3年生の男の子でねほんでこの4月からは就職が決まって就職あの働かれんねんけどでまあ学校の部活でいろいろ人間関係に悩んでますっていうこともあってそれも書いてくれてその悩みにもお答えしたりお答えって言ってもねあの100人に相談したら100人が1個の答えちゃうやん100人がいたら100通りの
アドバイスがあると思うんだけど、まあ、その中の一つの私なりのアドバイスみたいなのさせてもらってんけど、それから瀬戸内くんがちょこちょこね、多分ずっと聞いてくれてるんちゃうかな、ちょこちょこコメントくれたりとか、だから瀬戸内くんが書いてくれて嬉しいなと思うのが、そのボイシーの中ではよくあのみんなママたちね、お母さんとかがあの子供のことでこんな風に悩んでますとか、子供にはこんな風になってほしいなと思ってるんですけどうまくいかないですとかっていうコメントがたくさんあるやん。ほら瀬戸内くんは高校3年生の男の子やから、そんなん聞いても何も感じひんのかなと思いきや、あ、僕の両親も皆さんが悩んでるみたいに僕を育てながらこんな悩んでくれたんだ、こんなに愛情を注いでくれたんだと思ったら、両親に感謝していますっていう風なコメントもくれたことあんのよね。だからあのいろんな人に向けてのあのボイシーになってんねんなと思って、なんかママたちの話だけで、ね、ママにアドバイスしてることやけど、それをお子さんが聞いてもね、18歳の男の子が聞いても、なんか、あ、こんな風に悩んでくれてたんやって、また違う角度からいろいろ考えてくれてんねんなっていう。でこの M ちゃんはその瀬戸っちくんと同じ誕生日なんですね。何歳かな瀬戸っちくん。じゃあ瀬戸っちくんと同じ誕生日やけど、すごいね、365分の1の確率ですからね、そういうの。ありがとうございます、 M ちゃん。そして、ま、2枚まとめて引いちゃったぞに、もう一つ、またまた Y ちゃんですね、また違う名前ですけど。嬉しかったこと、6歳の息子にママ大好きだよと言われて、いつもはママも大好きだよと伝えるのですが、今日はママのどんなところが好きって聞いてみたら、なるほど、ママ大好きだよって言われたらママも大好きだよって言うけどね、ママ大好きだよ、え、ママのどんなところが好きって聞いてみたら、ニコニコしているところ、優しいところ、匂い、ママ産んでくれてありがとうと言ってくれました。本当に嬉しかったしキュンキュンしました。いつも怒ってばかりなのに、子供は親のことを責めないで大好きでいてくれるんですね。反省の日々です。なるべく穏やかに子育てしたい所存です。という。非常にわかりますね。なんだろう。でも結局ね、これ Y ちゃんね、怒ってばっかりなのに反省って書いてるけど、子供がニコニコしてるところ、優しいところ、匂い、ママ産んでくれてありがとうっていうことは、やっぱりまあって怒られるけど、やっぱりニコニコしている時間の方が長いのよ。で結構怒ってんねんけど、怒った後に自分が反省してるから、怒ってる時間、反省している時間、これを合わせて自分の中で、ダメな時間が長いと思ってるかもしれへんね。だから子供の中では怒られることもいっぱいあるけど、ニコニコしてる優しい時間の方が長いんだよ。うん、絶対そうや。やし、やっぱり子供ってすっごい大好きな人に怒られたら、あ、お母さん怒らしちゃいけないとか、だからそんな考えもあんのかな、どうなんだろう。ママ大好きだよって嬉しいよね、本当に。だからね、私今日あの昨日ライブ終わって打ち上げやって帰ってきた、家帰ったの夜中3時だったんかなで、ほんで朝7時に起きなあかんかってんけど、朝7時やねんけど、まあ6時55分ぐらいに目覚ましかけて、何回かアラームかけるやん、起きなあかんから。で子供たちはさっき起きててんけど、で私はもう布団にもねんと、もうソファで寝てて、化粧もお父さんともそのままガーって寝てはんねん。こうやって寝てたら、パッて目覚めたらさ、ね、次男がチュッてチューしてんねん。パッて目開けて、次男がチューしてて、ママ大好きだよって言ったら、はい、何このキスで目覚めた、かわいいわ、なんか嬉しいと思って。わからんで、私がそのパッてチューで目覚めたけど、私を何回もチューで起こそうとして、何回もチューしてる5回目のチューぐらいで起きたかもしれへん、私が。それで考えたら、うわ、めっちゃかわいいと思ってギューってやったけどな、めちゃめちゃかわいいわ。そんなね、酔っ払って帰ってきたお母さんはね、夜中3時に何やってんだっつって
いや、それはもう、それはもう打ち上げやけど、打ち上げという名のスタッフさんにお礼をする時間ですからね、私の中では。まあ、それはもうあれやけど。せやな、ママ大好きだよっていいね。でやっぱり友達と喋ってると長男より次男の方が甘えてくるのがやっぱ多いかな、上手に甘えてくるのかな。でまだまだ軽いし、抱っこしてって私がこう手を広げたらブワーって飛び乗ってくるけど、まあ可愛いわ。一番下の子ともお兄ちゃん、そんな、まあ、体が大きいのもあるけどそんなも言うてこいんけど、ただギュッとさしてって言ったらさしてくれるけどね。今はすごいな。だからこの前びっくりしたよね、長男に関してはね。あのいつも行ってらっしゃいとかって言ってらっしゃいってやんねんけど、なんかその日は学校でなんかの測定かなんかの日やったから、なんで行ってらっしゃい、龍頑張りやって、こうやってハイタッチしようとして、でパッてやったらさ、ちょっと待って、私より手が大きくなってたの。前まではこっちが私、こっちが子供と思ったら、ちょっとだけこんなんやってん、ちょっとこう、あ、まだまだお母さんちょっと勝ってるやってん、今もちょっと負けてた。ただこの手のひらがね、私みたいにここはここ細いわ、ここは細かったけど、え、手見してて、指も長いし手のひらも大きくて、いつの間にこんな手が大きくなってんだよって。足のサイズも 25.5 とか履いてさ、今26とかも履いてんのかな。びっくしこきまろです。びっくしこきまろ、びっくしこきまろだよ。子供の成長ってすごいね。知らない間に大きくなっていくっていうけどさ、毎日会ってて知らない間なわけないのに。でも長男に関しては本当にふとした時に、あれ、めっちゃ大きいと思うのよね、身長。なんだろう、あれ、そのお家も出たりしてね、働き出すようになったり、なんかいろいろあんねんな。しみじみこです。よっしゃ、ルーレット参りましょう。ルーレット、これこっちかな、どっちを読んだか分かんなくなっちゃった。こっちが上やってたらこっちか。よっしゃ、ルーレット、ビビ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 、一番上にあったやつ読もうか。 M ちゃんでございます。夜の部。コロナ禍になって3年。そうですね、ちょうどもう来年の2月ぐらいで3年になるんかな。あの頃は世の中が沈んで人の顔も暗く見えました。ほんまやね。時間も長く感じられ、見たこともなかった YouTube をつけてみて、私の目に飛び込んできたバタヤンチャンネル、ピカーッと光が差して見えたバタヤン、すっかりバタヤン教の信者になりました。ありがとう。ですよね、ライブまで来てくださってるんですから。いつもはメッセージもせずひたすらひっそり拝見しているけれど、今日は生で会える、地上に出て顔を上げてバタヤンに会いに行く、こんな機会をありがとう、大好きだ、チュッチュッチュッ、というね、ウェッウェッウェッ、ありがとうございます。嬉しいなぁ。何でしょうかね、あの皆さんそうなのよね、あのそのファンになってくださったきっかけ何ですかって聞いたら、あのやっぱりこのコロナになって YouTube なんてそんな子供が見るけど自分は全然見てなかったけど、なんかもうねテレビではさ、あの感染者数だとかコロナがなんとかってブワーって一時期すごかったやんか、今でもあるけど、ほんならもうテレビつけたくないな、テレビ見たくない、じゃあ YouTube 見ようかって、あんまり見たことのない YouTube を見てみたら、米底炎、光がプワーっとさして、プワーっとさしてたんですよって言ってくださる方が多い。あとおすすめで入ってきたっていう。だからなんでおすすめで入ってくるのか謎やけど、多分私がお料理とか作ってたから、みんな家の中でなんか料理でも作ろうかってお料理で検索してると、私のお料理動画がおすすめでなんか似たようなやつで入ってきたのかな。
やでも嬉しいですね。そっからねたまたま見た YouTube でファンになってくれてライブまで来てくださって会いに来てくれてね、そんな方がたくさんいたんですよ、大阪東京と。もうめちゃくちゃ嬉しいな。だからなんか本当にそうや、この前ここで喋ったやつで船の旅したいなって言うたでしょ。ほんで私は私の中の記憶ね、ジャパネット高田では私がもうそれはもう数年前に見てんのよね。だいたい30日間船の旅、一番まあ、ピンキリやん、あんな部屋もさ、あのいろんな部屋があんねん、めっちゃ狭い部屋、広い部屋、あとベランダ付きの部屋、ベランダない部屋、窓ある部屋、窓ない部屋、いろいろあって、一番安い部屋が30万で1ヶ月やと思っててんけど、私調べたのよ、そのこれ撮った後に、あの何日か後に、ほんならジャパネットあんねんけど、確かに30万ぐらい、や30何万やねんけど、そもそもが10日間、うん、10日間だったかな、すいません1ヶ月じゃなかった、10日間で、しかも船、うん、だいたい4000人、1個貸し切ってとか言うてたら4000人は来ないわ、貸し切れないよこれ。来てむっちゃなんかで来てくれても、本当に30万払ってもいい、10日間、ごめんね、私が30万で1ヶ月言ったけど、30万10日間で来てくださるって、10年後みんなお金貯めといてね言うて、100人来たらいい方かな、4000人の、もう4000人も無理やわ。4000人は違う、違うというかないな、無理だね。でちっちゃい船調べて、ほんならなんとか丸とか言って変な漁船出てきて、いやこんなんちゃうねんいやこんなんちゃうのよ、あのなんとか丸みたいな、いやこういう船じゃないから、チャーターってなんかチャーター船旅って調べたらなんとか丸とか出てきたり、あとはなんかこうなんか結婚式は船の上でみたいなんで、いやそういう貸し切りじゃないんだよね。そう思ったらな、何かなってなったら、まず一番初めに近くにキンキン言ってもあれやけど、バスかな、バス旅行でも、私バス旅行しながらなんか泊まったり、やっぱ1日1泊2泊3日で泊まんのはやりたいかな。船の旅の前にね、そっちの方がまだできんのか、うん、例えば絶対に全員と喋られるようになるって、うん、2泊1泊2日とかよりも2泊3日とかで、1泊2日って1回やったことあんねんけど、あっという間に終わんのよね。昔やってたんですよ、コロナの前は。あの10組の家族、パパママお子さんが10組で、うちの家族と1泊2日の、やつすごい楽しかったんけど、で夜はご飯食べた後には、あの子供たちはなんか花火とかしてて、パパとでママチームは、夜9時から、飲むっていうね。で夜9時から飲みましょう、2時間って言ってるけど、蓋開けたら12時半とか1時まで飲んでたんじゃん盛り上がっちゃってだからそっちの方がまだいいんかな、みんなでワイワイ飲んだりするっていうね。でもそうなってくると、あんまり人数、昨日の50人がっつり2泊3日来てくださった方が全員大満足で帰れる人数言うたら30人かな、うん、そうだね、うん、そういうのもあるかもしれへんな。でも船もやりたいな、てか船もちょっと考えなあかんわ。100人ぐらいが泊まってもそれになったら次また原価が上がってきそうやん。
4000人わーって来る。ジャパネット高田やったら10日間で30万やけど、じゃあ100人が泊まれるお部屋がついている船とかやったら、そんな30万では無理やろな。なんか雑魚寝方式みたいにする、雑魚寝みたいなおばさん10日間雑魚寝、なんかでっかい畳の広場みたいなとこで、みんなでも畳のところになんかこんな毛布みたいな一枚こうやって寝んねん。もう体の節々痛なる。そんなんもええかもしれんけどな。だからね、なんかこんなん、私はすごいこんなんしたんでね、こんなんしたあんなんしたって叶うわけないと思うでしょ。私今までやりたいって言ったこと全部かまちゃんがやりましょう、リエさん、リエさんがやりたいって言ったことをやるのが私たちの仕事ですって言ってくれんのよ、スマイルママのスタッフはね。だからまあバスとかとにかくやりたいな。うん、なんかすっごい楽しかったんだよな、昨日のトークライブも。もうちょっと少人数制でもいいやろうしね。逆にこうなったら、なんかの YouTube の企画で1対1でご飯食べ飲みに行くとか、差し飲み的なそんなんもあってもいいかもしれへんな。うん、初めの15分、なんか15分ぐらいはちょっと配信するなりなんかするけど、あとの 2,3 時間は全くしないで普通に飲んだりするっていうのどうかしら。 YouTube の企画もなんか考えた。私そんなにね、なんかメントスコーラか知らんけど、そんなん全然そんなしたいと思えんねんけど、ただ一個ね、この前ボイシーの中ですっごいチャンネル登録者数が244万人の方がいらっしゃんねんけど、もう大変すっごい有名な方なんですけど、私が全然わからないの、その人の名前が、チャンネル名がなんかひらがな4文字、なんとかチャンネルやったわ。でこのなんとかっていうのがさ、例えばなんか茶碗チャンネルとかやったら、茶碗っていう言葉とかさ、なんかわかる、なんか贅沢チャンネルとか、知ってる言葉、知らん言葉が前の4文字やから頭に入ってこないんだけど、その人たちがやってた企画が面白かったん。男性6人のグループなんだけど、例えばこれ 7% でしょ、6人で350の缶を飲んでいって、足して 100% になるまで飲みましょうっていう企画があるっていうのがあって、それやったら私できそうな気がすんねんな。これまあ 7% 10缶はこれが350だといけるし、これ 9% やったらいけそうやからなとか思って、でも一人でやったらもうほんま バカみたいに、またもう感謝しかない、すぐ感謝しかないってなるでしょ。8本目ぐらいでなりそうやな、酔っ払うから多分。そんなも面白そうやなと思いながら、せやな、ゲップ100連発とかそんなんしようか、誰が見んねん。めっちゃ面白かったわ、めっちゃ面白かった。それこそ夜の部やったか昼の部やったかね、私がバーってビール飲んだ後に、なんか私がゲップしたっちゃ、ゲップゲップって、私がこうやってビール飲んでる間にゲップコールが始まんねん。ほんで私がゲップしたらイエーイやって、アホちゃうかって、バカなおばさんの集まり、一人が舞台の上でゲップしたらもう最高に嬉しい、生ゲップみたいな。誰も、でもね、生理現象ですから、そういうことですよね。本当にそんな感じや。もうそろそろ終わりましょうか、ちょうど58分撮ってるね。これもまたノー編集でいきますけれども、毎日ですね。とにかく、いや今年ももうすごいあっという間に終わるな、なんかいろんなこと。でも今年は自分の中ですごくやりたいことできたかなと思いますけど、来年はまた新しくね、なんかとにかく、バタ友さんが
いつもこれを見てくださったり、ボイシー聞いてくださったり、いろいろなところで、ああもうバタヤンの配信ね、こんなガラガラ声にもかかわらず声聞いて喋ってるのを聞いてたら元気なるわって言ってもらえるようになったから、まだ少ない人数ですけどね、だからこれが一人でも多くなるようにですね、来年も頑張りたいね。まあ今年最後の配信みたいになってますけど、今年最後ではないです。このあとです、今週には、山本圭一さん、もしかしたらですけど、多分予想は、多分一応予定では、明日、山本圭一さんとの、コラボの配信みたいな感じになってると思いますので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。いつもすいません、おばさんのこういうね、一人の夜にお付き合いくださりありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいじゃないね。今日も一日頑張りましょう。ほな、ありがとうございました。よいしょ。